1637年に出されたウルバヌス発生の鉛製印象付き直書教皇直書とは、ローマ教皇によって出された一種の直令を言う。教皇直書の末尾には、教皇の印象が添えられる。それにより、ブラという単語そのものが、教皇直書をも意味する。元来、教皇直書は、教皇からの様々なメッセージを民衆に広く伝える。 ために発行されたが、15世紀以降は、最も重要な正式通知を行う場合にのみ、利用されるようになった。ローマ教皇によって出された文書であれば、それが正式なものか簡易なものかにかかわらず、過去に遡って、あらゆる直例直挙の類を教皇直書と近年の研究者は、呼んでいる。教皇の印象は遅くとも6世紀には使用されて、いたが、 教皇印象という名称が使われ始めたのは13世紀の中頃である。その後、教皇の文書記録を管理するために、教皇庁内部で非公式に利用されるようになり、15世紀までに教皇庁小書院の一つが、教皇文書集記録と呼ばれるようになると公式なものとなった。今日、教皇が自分自身を司教にして、 神の下辺の下辺と称する文書は、教皇直書のみである。例えば、ベネディクト16世が、教皇直書の形式をとる教領を発するときの書き出しは、ベネディクトゥス、エピスコパス、サーバスサーボラムデイとなる。かつては、金属の印象が使用されたが、現在では、最重要文書の場合に限られる。バチカン教皇庁証書院が、 教皇の名において発行する直令の中で、最も正式な形態が、教皇直書である。教皇直書の一行目には、縦横に長い文字で教皇の名前に続いて、ラテン語で、司教にして、神のしもべのしもべを意味する、エピスコパス、サーバスサーボラムデイ、及びインキピットの3つの要素が記述されている。インキピットはいくつかのラテン語の単語からなり、 強行直所の記録上の名前がこれを元に作られるが、直所の目的を必ずしも表さない。本文の書式に関する決まりは特になく、通常は単純なレイアウトで記述される。結びには、直所が発行された場所、教皇の在位期間が都市付日でデータとして記され、署名の近くに印象が付される。最重要の強行直所には、教皇自身が エゴ教皇名カトリッキーアクリージアエピスコパスという書式で署名する。この場合、署名に成功なモノグラムと承認の署名、さらに印象が添えられる。現在は、ローマ教皇庁の一員が教皇に代わって署名することもあり、この場合はモノグラムが省略される。ウルバヌス五世の直書に用いられた、鉛製印象。 直径40ミリ教皇直書の最大の特徴は、通常は鉛で作られた金属製の印象が添えられていたことである。最も重要な直書には金が使用されることも多かった。印象には、カトリック教会の創始者として、死とペテロとパウロを意味するスパスプという文字と、反対側に直書を発行した教皇の名前が彫られ、 司法及び行政関係の文書の場合には麻紐で、また、御社の場合には赤色と黄色の絹紐で文書の革紙に開けられた穴を通して添付された。18世紀後半以降は、鉛の印象の代わりに、ペテロとパウロを描いた絵柄の周囲に、教皇の名前を記した赤インクの印象が使用されるようになったが、これ以後も、ヨハネ23世が、 第二バチカン公会議を招集するために発行した直書のように重要なものには円印象が使用された。直書の原本はパピルスより丈夫な洋皮紙が使用されるようになった11世紀以降のものが多数現存している。819年以前のもので完全な形で残っているものはない。鉛の印象自体は6世紀のものが現存している。 直書の本文は教皇の直令そのものである。あらゆる内容が扱われ、法令、司教の任命、特免波紋、教権劣勢、会議の招集に関することなど様々である。14世紀になって教皇書簡が使われるようになる以前は、バチカンから発せられる唯一の通信文形式が教皇直書であった。書簡は、 教皇からの簡易伝達手段として利用され、認証には量をするペトロの姿に、教皇の名を記した、老印証が使用された。直書と書簡の間に、厳密な区別は、過去も現在もないが、近年の書簡は、会直も含め、ほとんどが、教皇書簡として発行されている。ありがとうございます。